こんにちは、ライムです。ご無沙汰している方、お待たせしました。今回はちょっと急に思い立って、そういえば昔から思ってた女子パ、女子だけで高難度クリアしたいっていう願望があって、まだ未だやってなかったんですよね。で、今回ちょっと試しに、ちょっとあくまで試しなんで、マティウス、星5魔石のマティウスに、女子パだけで挑んでみようかなと。で、今回いつもと、まあ、ちょっと変えて、いつもね、実況については、解説については、動画の後、攻略動画っていうか、戦闘画面の後に、別撮りしてるんですけど、今回喋りながらちょっとやってみようかなと思って、今までの実況スタイルとはちょっと変わった形でやっていこうかなと思います。まあ、マティウスに関してはもう過去、まあ、2、3本動画撮ってんのかな、結構いろいろね、もろもろ含めると。で、最近だとマティウスはもうオートで、まあやってるっていう、オートでしかやってなかったんで、逆に新鮮、はい、手動でやるってことが逆に新鮮かなと思ったので、ちょっとやってみます。で、先にまあ今回はまあパーティーの紹介からいきますけど、まあまずレフィア、はい、これ超絶しかつくないです。そう、女子パーだけど、炎属性の女子ってやっぱ限られるんだよね、使えるキャラが。もうそういうところでもかなり縛りプレイなので、レフィアなんか超絶しか持ってないんだよね。で、ケイト、これも超絶のみです。まあ、でもケイトは超絶でも結構強いんだよね。新たな発見があるというか、そう、貴公子の中でも超絶の中では結構強い方だと思うので、まあ、エアリスは、エアリス覚醒は別に使わなくてもいけるとは思うけど、一応まあこのまんまのいつものセットでいきます。で、イリーナね、チェーン使えるんですよ。配布チェーンがあって、これが99チェーンいくんで、はい、これ使っていきます。で、イリーナね、超必殺しかないんだ、チェーン以外だと。これ一応炎属性まといの超必殺なんで、これでいきます。マギア2っていうね、ほぼ振ってないんだよね。だからファリスが覚醒だね。これタイタンでも使って覚醒なんだけど、これ何気に風属性だけじゃなくて炎属性もいけるんで、まとえるんで、これツインエレメントモード、はい、だから一番火力出るのがファリスっていう状況ですね。はい、まあ、そんな感じですけど。で、魔石イフリートとかあるけど、イフリートは使いません、やめました。あえてなんか、縛るなら縛ろうかなということで、イフリートなしで、まあ、昔のね、昔ながらのベリアスだったり、はい、こんな感じの魔石構成でいきたいと思います。で、まあ、皆さんお気づきの方はまあいらっしゃると思うけどね、このパーティー攻撃バフないんだよね。攻撃バフないんで、まあ気合いでで、今回ファブラガーディアン使っていくんで、まあ攻撃バフとかは、まあなんていうの、甘えでしかないので、攻撃バフは今回使いません。まあケイトが多分結構いい感じにデバフ、炎属性耐性のデバフしてくれんじゃないかなってところがあるんで、その辺にかけていきたいなと思います。で、全員一応ね、今回の動画撮るにあたって全員フルダイブしてきたんで、そう、イリーナがね、今回初めて知ったんだけど、3ターン待機なしなんだよね。イリーナ優秀だなと思って。そう、こういう新発見が、イリーナのね、超必殺技とかね、見たことない人いっぱいいるでしょ、これ、多分。で、ちょっとチェインは後発動かな。20、目標30秒切りなんで、25秒ぐらいで倒したい。お、そう。ケイトはね、レジ待てでね、追撃、全然デバフかかんねえけど、デバフなんですよ。ケイトが。あれかな、最初は内胆気泡した方がいいかもしんねえな、これ。これどうしよう、いきなり覚醒か。そうだね、これ一応物理攻撃の待機時間も短縮されるんで、これは使って損はないと思う。ちょっとあれだね、超絶使うまであれは温存しておこうか、星6の
炎の方、回数そんな持ってきてないしね、どれくらい時間かかるのかね、わかんねえところがあるんで。で、イリーナそろそろ、どうするどうする、もう一発ちょっと待とう。アタッカーの必殺技倒せたいとこあるよね。で、そろそろあれ来るはずなんだよな、防御硬くなるやつやってくると思うんだよな。あ、これだよね、このタイミングでバリアだから、次のターンでケイトでアーマーブレイク。あんま運良くないな、デバフがあんまりかかんないな。で、ここイリーナでチェインするじゃん。まあいいか、これでいいか。タイミング下手だったな、タイミング下手。あ、タイミング下手だったね、チェインに乗せれなかった。ちょっと待てばよかったね。まあぶっつけ本番だとこういうとこあるよ。これもまた醍醐味だよ、きっと。この実況ならではの、このね、ファリスの覚醒も持ってる人そんないなそうだよね。あんまりいないんじゃないかな。初めて見たって方もいるかもしれない、この動画で。はい、挙式解除で、ケイトでアーマーブレイク早くしていきたい。うわ、エアリスすごいな。そうなんだよね、昔はそうだよね、覚醒ない頃とかさ、魔石頼りだったんだよね、挙式解除するのがほとんど。あとオバフロとかあったか、オバフロとか硬い。これで多少柔らかくなったはずだ。チェインなくなるまでに倒したいけど、どうだろうな。お、エアリス運すごいな、エアリスすごいな、過剰回復してると。まあ、あのマディーン2体積んでるんで、マディーン効果も多少。あ、そう、これイリーナの超必殺ね。これね、これ見たことない人いっぱいいるでしょう。火の愛心、これはもうなんか昔懐かしの超絶って感じだよね。この超絶多分相当古い超絶だからね。今もうなんかあれだよね、最近出た超絶とかもさ、だいぶインフレした感あるよね。おお、いいね、カウントする。本気バフないんだけどね、ないけど一応カウントするね。あー、でもこの火力はバファイだ。この火力どうだろう。あ、今のはしくったね、今のはしくった、今のはエアレスに超絶打つべきだったかもしれん。まあ、次のターンで行こう。 HP まだ全然削れてないし、あー、強式か、硬いね。ケイトのフレームオファーが効いてくれるとありがたい。うん、効かねえ、弱体弾。おお、弱体弾。イリーナ弱いな、炎属性まとってもこれか。いっても攻撃力ね680しかないんで、イリーナさん攻撃バフもなかったらそんなもんだよね。やばいなこれ。ワンチェイン中に終わる感じがしない。ツインアンカーってなんだ、デバフ、あ、風属性デバフかもしかして。よっしゃ、強式解除。いや、急に柔らかくなった。
ここから追い上げいけるかな。オッケーオッケー、追撃。おお、待機時間短縮すげえかかってる。おお、さすがにイリーナさんもでもカンストまだ しないんだね。これでも硬っ。あ、 あとあれか、弱体化レベルにもよるのか、ファリスの火力に関しては。運悪いね。追撃が出るんだけど、全然弱体化。お、弱体弾。5段階。おー、いいねー。あ、もうあれ溶けちゃってんだな。おーやばい、 HP が、 HP やばい、 HP やばいやばい、 HP やばい。覚醒効果、エアリスの覚醒効果なくなっちゃってんだな。ここからフェーズ3でしょ。今のがフェーズ3の開幕攻撃か。エアリスの超絶間に合うかな。てかチェーン切れそうだよね、一番怖いのが。あー、おっと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 っと、これはやばい。これはやばい。これ、ファリスで決まれば。いや、チェイン間に合わねえな。チェイン間に合わないぞ。チェインが間に合わない。チェインが間に合わない。超ギリギリの死闘してる。あー、間に合わない。間に合ってくれ。おー、HP 回復しやがった、この野郎。こいつ。あ、覚醒効果切れちゃったね。あーやばい、こっからはもうやばい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 。あー、さすがにこのパーティーじゃ荷が重かったか。いけ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 、30秒切れてなかった。おおお、あーでもこれいけるな。もうちょい、あれだ、ちゃんとね、ケイト の最初の超絶がチェイに乗ってれば多分この 0.38 秒取り返せた。ああ、おお、このね、今レコマテを入手するってところでね、このイリーナどんだけ使ってなかったかが分かるよね。 OK、 勝てた。ね、もうちょっとタイミングが下手だったね。なんでもうちょっと突き詰めようと思えば全然突き詰められると思う。ああ、これ多分これ面白いな。やってて面白い。はい、そんな感じでちょっと女子パね、これこの炎のパーティーで試しにマティウスやってみましたけど、今後また別の属性でもなんか組んでみて、即席で女子デッキ組んでみてまたやってみたいなと思います。面白かった、参考になったって方はぜひチャンネル登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。